昨年の3月からですね、新型コロナウイルスが拡大をしておりまして、去年の12月まで第3波まで拡大をしてきました。今現在、第4波が高知県の中でも拡大をしているところであり、特に昨年までと一番違うワクチンの状況というのは、非常に今現在、若い方々の感染が今広がってきております。県内の高校におきましても、それぞれの交流試合によって感染が拡大中であり、今現在も調査中のものがたくさんございます。新型ウイルスのイギリス型の変異株につきましては、これまた違って感染力が非常に強い。また若い方々にも感染するということがありますので、明日から連休が始まりますけれども、皆様方には感染予防の徹底をお願いを申し上げたいと思います。また、県外等へ不要不急の場合は行かれることをぜひ控えていただきますとともに、県内でもですね、多くの人混みがある場合には感染予防に十分気をつけていただきたいと思います。2点目はワクチンの接種でございます。ワクチンにつきましては、先週の金曜日から受付を開始しましたが、それぞれのシステムの容量不足、また電話回線の不足によりまして、大変多くの皆様方にご迷惑をおかけをしましたことをお詫びを申し上げたいと思います。大変申し訳ございませんでした。本日から、いわゆるシステムのバージョンをアップした上で、また電話回線の回数を増やした上で、本日から予約を再開をいたしました。本日の状況では、5月末までのですね、予約状況が、ほぼ埋まったという状況ですので、1週間ごとまた次の予約をスタートしたいと考えております。5月末までにつきましては、予約がかなり埋まってきましたので、来週の金曜日に6月分の予約、これは基本的には1週間ごとをペースに予約をしてまいりますが、スタートしていきますので、全員のワクチンの量ということは確実に確保していきますので、お一人お一人、ぜひ冷静に慌てないようにしていただいて、ワクチンの予約の手続きを取っていただきたいと思います。それぞれ我々もですね、1週間ごと対応を変えながら対応していきますので、どうか慌てることのないように予約をまた受付をしておりますので、どうかよろしくお願い申し上げます。感染には十分ご注意願いたいと思います。よろしくお願い申し上げます。